じゃあ海部健一さん、今回もごくおめでとうございます。ありがとうございます。本当に喜びましたね。この、今の気持ちどうですか、率直に。合格発表を見て、正直な気持ちはほっとしたというか。そうですよね。なんかこう、試験終わってから長いでしょ。そうですね、2ヶ月半あったので、ちょっと悶々として、やっと2ヶ月半経って、ああ、受かったと思うっていうのは正直なところです、でもこの試験終わって開通速報でもう180点超えてたって言っておられたんですけども、そうですね、なんで夕方の、あの伊藤塾の YouTube の配信を見て、でそこでもう採点をずっとやってたんですけど、なんでその時はちょっと初めの憲法とかが難しかったんで今年であれちょっとどうかなと思ってたんですけど、で最終的にはそこの時点でまあ超えたっていうのが分かったんで、その時にはもうちょっとガッツポーズはしたんですけどただ記述待たなくてもね、ただ記述も分かんなかったし、ひょっとしたらそのミスとかもあるかもしれないんで、一応目安は目安としてここは考えておいて、あの2ヶ月半待とうというふうに思います。なるほどね。この行政試験を目指されたきっかけは何なんですね。はい、で初め、まあ、正直その行政書士っていう存在は、まあ、あまり知らなかったんですけれども、私事ですけどちょっと家族 の不幸とかありまして、でそれの中で相続とか、例えば不動産関係の絡みでの民法に特に関わる部分ですね、そこの部分で自分の、まあ、実体験というのを書きまして、でその中でここでは自分で調べながら対処してたんですけど、これは世の中にこういうことで困ってる人っていっぱいいるんじゃないのかっていうのがちょっとそう思ったのが、まあ、きっかけですね。なるほどですね。やっぱ世の中の役に立ちたいって思われたんですね。この受験の回数は何回で合格されたんですか。受験は今回初めてで、初めて一発合格で、この講座の方は研修徹底のコースを取っていただいたんですね、そうです。初め独学だったんですかね。そうですね、初めは伊藤塾のテキスト、市販のテキストを買いまして、でそこから始めたんですけれども、初めその私も法律の小学者だったので、まあ、テキスト読む中で一旦頭に入っていくんですけど、なかなか定着しないというか、まあ、民法でのその要件を分かっていないと全然問題も解けない状態だったんで、これはちょっとこのままだと合格できないなと思って、でたまたまその伊藤塾のウェブサイトを見てですね、で先生の演習徹底コースがあるっていうのを見まして、でこれはちょっと私がちょっと求めているそのとにかく問題を解くと、でその中で知識を得ていくっていうのが、まあ、非常に適したコースなんじゃないかと思ってで受講しました、ね、失礼ました。講義の中身はどうでした。正直なことを申しますと、あまりそのウェブっていうのをはじめ講義の質っていうのはどうなんだろうなって最初疑問を持ってたんですけど、実際に受けてですね、非常に分かりやすく熱く教えていただいているので目から鱗が落ちると言いますか。そうですか。はい、私にはとっても合ってましたね。ありがとうございます。じゃあこの講義を使っての勉強の方法をちょっと教えていただきたいなと思うんですけども、はい、どういうふうに講義を受けられてましたかね。はい、最初はもう先生 の講義を時間通りに受講して、で、まあ、それに向けて問題集をやって、で並行して過去問を通っていくっていうふうにやってたんですけど、最初はもう過去問を解くにもまあ一苦労で全然先に進まなかったんですが、講義の中で先生がおっしゃってたもうここだはチェックしろというところはもう合格カードにも欠かさず書き込んであとはもう過去問をやり通して、で自分がもう知識が曖昧なところ もう全部合格カードに書き倒して、でもう最後の3ヶ月はもうそれだけをもう繰り返し繰り返し、すごいですね。やっぱ最後でこうまとめられたってことですね。そうですね。とにかくその先生がおっしゃってた方法もそのままになったっていうことです。こう働きながらの受験だったと、ね、はい、思うんですけど、一日何時間ぐらい勉強されましたかね。初めはやっぱり講座についていくのがまあやっとっていう形だったんで、まあできる2時間とか3時間とかだったんですけど。まあ、だんだん近づくにつれてちょっとまあギアを上げていくっていう形で、まあ、最後の3ヶ月はやっぱり
時間をとって、まあ、6時間とか7時間とか。ああそういうことですね。じゃあもう週末とかもかなり勉強されたと思いますね。あ、そうですね。ああすごいですね。この今度はこの資格取られて開業はされる予定ですか。まあ、近い将来したいと思っています。やっぱその相続とか専門にってことですかね。そうですね。あとはもう一つ仕事柄外国人の方々とちょっと話することが多かったので国際業務とかも、まあ、どちらかをメインにしようかというふうに考えています。ですね。国際業務とこの相続ってね、非常にいいと思いますね。将来本当に困っている人助けてあげてほしいなと思います。最後にですね、今年受験されている方に対してメッセージをお願いしたいなと思います。はいはい、今、まあ、見ていらっしゃる方っていうのはその伊藤塾、まあ、受講されている方か、もしくはこれから受講しようかなと思っている方が多いと思うんですけれども、伊藤塾のテキスト、あと問題だけをもうとにかく信じてやれば絶対合格できますんで、最後まで信じて頑張ってください。今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございました。ありがとうございます。